抜かれちゃダメだなとはちょっと思うし、その人もライバルと思って多分やってるんじゃない、やってくれてればいいですけど東大もしも A 判定取ってる人なんで、さらに2点減点対象箇所があります。めちゃくちゃ厳しいですね数学マニアの方が説明してくれると思います、はい始めましょう、もちろんです。さあ、今回はですね、タワシさんにおいでいただきました。はい、タワシです。お願いします。タワシさんの新居にいました。ね、前のところは、すごい大変でしたけど。そうですね、だいぶ生活環境が整ったと思うんですけど。エアコンあるってだけでも全然、そうですね。違いますからね。と森田先生も、前の家だと帰られた時に、喉の方が、なんか良くなくなってしまったということで、今回は大丈夫だと思います。あと、目ですね。その時は申し訳ない。目が大変なことになりましたけど、はい、アレルギー反応めちゃめちゃ出てましたけど。いや、僕なんもないですけど。強いんですよ。慣れですかね、はい、なんで、まあ、今回模試受けたということで、はい、模試をですねちょっと分析していこうかなと、はい、やりましたね。 A 判定取ったということで、そうですね、初めての A 判定ということで、はい、ちょっと浮かれておりましたけども、はい、もう浮かれちゃダメですけどツイッターでなんか僕の浮かれてる写真のところが載って、それが拡散されてるの、拡散されちゃったんですね、はい、見て、はい、ちょっとこれ浮かれちゃダメだなとはちょっと思いましたけど、はい、じゃあそれをちょっとね分析していこうと思って、はい、まあ英語は私見れますし、はい、あとは数学、うちの竹田塾国立高校の校舎長数学めちゃめちゃ得意なので、そうなんですね、東工大で、はい、うわすごっ、東大もしも A 判定取ってる人なんで、普通にだって模試受けに休みますから、はい、今も受けられてるんですか。受けてます、東大模試受けてそうなんですか。で A 判定取られてるんですか。そうです。今度7月か。7月受けないんですね。7月って東大本番レベルあるんでしょ。東大本番レベルじゃなくて寸大かな、はい、あ受けます、寸大7月の7月末。あ、まあ、振り込んでないまだお金、今気づきました、危ない、ありがとうございます、はい一応寸大も河合も、はい、受ける予定でいます。校舎長受けるからその日僕とか校舎行かなきゃね、休みだから。あ、なるほど。じゃあ一日校舎長というか一日校舎長って言い方があって、レギュラーでいるので普段いるんですけど、週1は出ているので。なるほどなるほど。その日は確定というか土曜日はもう、あ、じゃあ確実に森田先生に会えるんですね、そこに。さあそんな見ていきましょうか。英語はこんな感じでしたか。英語がですね、出来で言ったらやっぱ英語だけ一つちょっと落ちて、出来として自分はこれできたな、これできなかったなとかってありましたか。いや全体的にあまり手応えがない結果となってしまったんです。あ、まんべんなくできてない感じだと思います。あーでもまあ作文もまだスペルミスが目立ちますね。そうですね、スペルミス解いた時の感想としては、はい、ここの要約を僕最初に解くんですけど、はいはい、ここいつも11分とか、まあ、かかっても13分ぐらいで解いてるんですけど、うんうん、結構16分ぐらいかかって、あ時間かかってしまったという、はい、でどんどん圧迫されてしまって、うんうんうん、時間がやっぱりねまだ足りないのと、なるほど、ミスも多いですし焦ると、うん、そうですね、はい、It doesn't always mean ってすごい MEEN って書いてあるまあこういう英作は今度ね、はい、取り上げられたら取り上げたいなと思っています、はい、お願いします、はい、で和訳とかはどう。いや和訳も結構出来が良くなかったかなと、構文取り違えちゃったんですよね、はいはいはい、すでに、まあ、それで多分もう0点とかもありますし、そうですね完全に、はい、あで丸もついてますね。まあ一問全問正解になった一問全問正解関東なってますけど、うんうん、でも平均よりはちょっと低いかもしれないですね、和訳平均よりちょっと上だったのが英作ぐらいかな。最近届いてないですけど全く、最近はちょっとあれですけど、あれです。客観はどうでした。客観もねあんまりリスニングとかがあんまり良くなくてですね、うん、そうですね、この平均より下です。18点、30点満点中の18点、平均 22.9 だから、そうですね、まあ C 判定ライン、いや全体的に英語がやっぱりちょっと伸び悩んじゃったかな、うん、どの分野ってことないんですけど、全体で64点、はい、平均よりはちょっと上ぐらいですよ、受けた人の、まあ、偏差値50だから、ほぼ偏差値50ですね、はい、はい、平均点が 62.3、はい、432,658、半分、うん、高校別2人中2 うちの母校に賢い子がいるんですよ、まあ、他の教科行くと世界史があんまり言うとあれかもしれないですけど、はい、世界史母級結構高かったんですけど、僕より良くて、はい、もうトップなんじゃないかっていう声、びっくりしましたけどね、指導教を削ってるんですよ。なるほど、はい、その人もライバルと思って多分やってるんじゃない、やってくれてればいいですけどねこれもう一人誰なんだって絶対思ってますよね確かに俺しか東大目指してないはずだよ、ね、そう絶対ね、今現役だったらそう思って今やってるはずですもんね誰なんだこのもう一人まさか何年か上に何十年やってるとは思わないそんな戦いを繰り広げてるわけですね、はい、今後も楽しみですね、どうなってか、そこも英語と漢文、漢文と世界史が負けてる、英語漢文数学世界史が負けてると、その、はい、今の時点ですからね彼がもし現役者だったら今後の伸びがすごいかもしれないですね戦いが行われてるわけですね、はい
A 判定ですから、ね、どうですか彼はどうだったのか、はい、もう一人の方がね、A 判定もう一人の方めちゃくちゃ広げすぎですよA 判定取れてるのかすげえ気になるわいや A 判定だと思いますよあどうかな B か A 分かんないほぼ僕と一緒ですもん、うん、成績の感じみたいな平均点で割ったら見えるんですけど あそうかそうかそうか、はい、平均点出てんだ出てるんでその校内の平均点出てるんで、はい、大体分かるんですよお互いの戦いが見えるわけです、ねはい、結構高いですよ、うんじゃあ数学のやつ、はいはい、そうですねちょっと広げすぎちゃったんでこの誰かわからないの方もしかしたら見てるかもしれない俺だってなってるかもしれないですかもしれないじゃあ数学の方答案も見ていただきましたはい全部見てるんで東大本番レベル数学分析と全体的に問題を解くための発想力はついていますが、はい、得点を取り切る力が足りていません、はいおはい、特に論証力実験力が課題ですとおはい、実験力って言われて分かるもんなんですかよく分かんないですけど数学具体的に数字入れて試すとかそういうことですね、そうそういうことですね、はい、僕読んでてそういう意味なんだろうなと第1問、はい、自覚あると思いますが最後の爪が甘く計算まではできているが図示の段階でミスをしてしまっているああもうそうですねこれは領域っていうのがあって領域展開領域展開までいくのかな領域があってでそれを図示するときにちょっと図示の仕方が分かんなくなっちゃって、はいなるほど。いけなかった。で、これがいけたら、この3番は簡単に。ああ、にいけるのにっていう感じだったんですね。はい、で、また今回の模試は採点が非常に甘いです。おお。論証の部分で、さらに2点減点対象箇所があります。めちゃくちゃ厳しいですね。ここ2点減点されますよって言ってますね。はい、この1のところです。ここ2点減点されますよって言ってますね。はい数学マニアの方が多分説明してくれると思うので、はいはい、私には何のことやら分かんないですがここは減点対象だろうってことだそうです、はい、で問題を解く中で複数の条件を合わせる際にはかつなのかまたはなのか常に意識しながら解くようにするといいですなるほどそれは意識してたんですけど多分答案に現れてなかったかなっていうところが減点対象かもしれないですね第2問この問題は捨て問ですお捨ててます捨てて、はい、状況整理をするだけで時間を取られてしまうので白紙なのはいい判断だと思いますあ、ありがとうございますこれは褒めてもらっていいですね拍手だけどそう拍手を褒めてもらいましたまさかやらないことの、はい、確かに難しかった確率なんで、はい、本当に問題で意味を捉えるのがまず難しいんですよね見た時にもうあこれ捨て物だなと思ってこれは後にと思ってさすが難浪もしてる難浪もしてそうです第3問1を取れているのに2が取れてないということは、はい、実験等を一切せずに見た目だけで取れないと判断しているのではないでしょうかそうですねちょっと難しい僕ここは整数の分野なんですけど、はいはい、整数あんま得意じゃないっていうのと、うん、あと他のところでちょっと時間がもう取られてしまったのでここはあんまり手をかけられなかった、はい、じゃあいろんな数字を入れてみるって感じですか実験だと実験とかして試していったら、うん、まあでも回答見ましたけどそれでもまだちょっと解けなかったと思うんで多分実力がちょっと足りてないです、ね、足りてない整数の部分は2はただ式を書き並べてるだけで解けるボーナス問題だってあそうなんです、ね、なので実験をする癖があれば得点できたはずです、ねはい、なるほどあそこを言ってたんですねじゃあまた元の計算に関してもただ計算規則として使えるだけでその本質を理解できていない可能性がありますとなるほど元確かにちょっと不安はありますカンタロウさん好きなやつね、はい、カンタロウさん確かに整数問題大好きです本質を理解っていうのは必要なわけですね、はい、第4問文句なしの完答ですとありがとうございます絶対値付きの積分計算は工夫をすることで時間を短縮できるので、はい、余裕ができた際に計算の工夫をする練習をしてみるとさらなる得点アップにつながりますなるほど時間を短縮するなるほど、まあ、結局それで圧迫されて解けなかった問題もあったりするうんそういうところも目を向けた方がいいということですねやっぱこう全体をこう意識しながらチェックしてくれてます、ね、かなり詳細なそうですね、はい、分析をしていただいてありがとうございます、うん、こういうの好きで得意な人分析力がまとめまでくれました、はい、ありがとうございます39点といい点数でしたが、はい、採点基準を厳しくするとさっき言った37になると思いますよさらに今の数学力があれば、はい、取れるべき点数が合計で60点分3完分今回の模試が簡単だということもありますが、はい、小林さんが目標として60点を取るだけのポテンシャルを感じます可能性はあるということで、はい、ありがとうございますしかしそれを活かしきるためには、はい、論証力と実験力の向上必須、はい、現状の他の科目と比べても数学は間違いなく武器にできる科目おお今まで苦手でアイスボウ切れないやれないだったのにやったじゃないですかついにここまで来ましたか、うん数学力が秋頃にはとにかく高い目標ではなく、はい、現実的にどの科目で何点を取って合格点プラス何点を狙うのか現実的な目標が見えてくると思いますなるほどちょっと調整する必要性も出てくると、はい、その時になって数学で点数を稼ぐことができるように基礎力の向上だけでなく泥臭く実験をして泥臭く問題を解くことができる力を磨いてみてはいかがでしょうか、はい、ああありがとうございます、うん
数学オリンピック補欠まで行った方なんですよ。相当な方が。何年か何年かさっぱり。いや、オリンピック補欠ってすごくないですか、うん、そういう人で、東大も理系受けるって言ってたんで。うん、あ、これから受けるんですか。はい。A 判定はもう実際取ってるんですけど、はいはい、で、理系で合格して、そしたら今度はでもその後、文、はい、系も受けるって言ってました。ああ、なるほど。そういう不思議な人なんですよ、はい、じゃあ数学は武器じゃないですか。いや嬉しいですね。一応まあ改善点はかなりまだあるんですけど、うんうんうん、こう言われるのはさすがにできる人に言われて嬉しい。これは良かったじゃないですか、はい、じゃあ英語はまだまだですよ、ね、英語全然まだまだです。武器にならないと、もっとが武器にしないといけないと思います。一応英語克服が課題なんで今。そうですね、はい、盤石にしたいんで。まあ得意科目としては世界史じゃないですか。はい、世界史得意で数学の苦手がやっとなくなったかなっていう感じでいいですかね。これは国語はどうですか。国語は古典を今詰めてるところなので。なるほど、まあ、だいぶ遅いと言われるかもしれませんが、うん、上がっていくはずです。はい、じゃあ田橋さんのチャンネルぜひね見て、毎朝やってますからね。あ、毎朝勉強配信6時からやってますんで、はい、お願いします。朝起きて毎朝のルーティーンに、そうですね、まあ習慣にしていただけたら本当に、はい、いいので、してみんなも一緒に頑張っていただければと思います。はい、はい、あ、国立高ではそうですね、このスーパーマニアックな校舎長のこのアドバイスを受けることができますので、はい、はい、そちらも貼っておきますので概要欄見ておいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.